はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。生命機です。今日はね、キャンプ道具を使ってね、ヘアキャン飯を久しぶりに作ろうかなと思ってね。ちょっとね、カレーがね 30% オフで、このシーフードカレー、海の幸カレーね、安かったんで、これでカレー作ろうかなと思ってね。キャンプでね、カレー作るとね、後始末大変なんでね、家でね、ヘアキャンで作れば後片付けも楽なんでね、これを作ってみたいと思います。で、バナメンエビね、シーフードのカレーなんで、バナメンエビとベビーホタテと、あとこれイカね、オイルのイカ、これを用意しました。で、ご飯はね、メスティンで炊こうかと思います。とりあえず給水だけしてあるんでね、ちょっとお水足りないんで、お水足して、これで固形燃料でね、まだセットしてないですけども、このメス、なんだっけ、エスビットさんのね、あのポケットストーブで、ここにあの固形燃料入れて、これでね、ご飯炊いて、まあ、固形燃料もね、用意してあります。30g のやつね、 30g のやつを使って、この固形燃料が燃え尽きるまで、火にかけとくと、もう勝手に炊けるんで、あとはそれ蒸らせばね、ご飯になります。15分ぐらい蒸らせばね。で、まあキャプテンスタックさんのこの16センチココットだったかな、これ久しぶりに使うんでね、ちょっと忘れちゃいましたけども、これね、こういうやつね、これでね、カレーをね、煮込んで作ろうかなと思いますね。ちょっとバナメイエビは今下準備しないといけないんでね、殻むいて、あと背わた取ってね、で、あと玉ねぎ使うんで、玉ねぎも切って、それでちょっと下準備をしてから、ご飯炊き始めて、で、まあカレー作って、まあで、ちょっとね、飲んで、カレーでね、一杯飲んで、動画にしたいと思います。はい、ではね、早速作っていきたいと思います。まずご飯ね、ご飯炊いていきたいと思います。お水少し足したんで、こんな感じね、よいしょ、蓋をして、あ、重しが欲しいな、ちょっと待って、先に火つけて、固形燃料と、エスビットさんのね、ポケットストーブね、よいしょ、これで火が消えるまでね、置いとくと、火が消えるまで置いといて、でさらに保温できればね、保温して、15分ぐらい蒸らすと、まあ、そうすると、まあ、ご飯が炊けてるっていうことでね、うん、ちょっとね、蓋の上に重ししておきます。蓋開いちゃうんで。じゃあまずは魚介類を炒める。炒めて、で中にね、なんかスパイス、ミックススパイスみたいなのが入ってるみたいなんで、それをかけて混ぜるらしいですね。まずはね、ちょっと開けてみるか。海の幸カレーね、開けてみよう、どんなんだか。あ、うん、カレールーとこの小袋ね、スパイスの小袋があるんで、これは魚介類を炒めてそこにかけるやつですね。で、これは普通にルーですね。よいしょ、あ、そうそうそう、もう飲むか、飲みながらやるか。キリン探偵のね、プラチナダブル、あ、どう、大丈夫かな、バッテリーまた足りねえな、やばいな、カメラ全然充電できてないな。ちゃんと充電のランプついてたのに、ずっと。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。でお先に失礼していただきたいと思います。じゃあしばしばで乾杯いただきます。はあ、うまっ。よし、じゃあ作っていこう。まずはフライパンに
あ、動いた、大丈夫。火をつけて、あ、ちょっと熱くなってきたな。で、サラダ油をちょっと引いて、よいしょ、バッテリー足りてよ、カメラのバッテリーで、さっきのね、バナメイエビは殻を剥いて、背ワタ取ってきました。よいしょ、で、ベビーホタテ、ボイルのイカね、ボイルのイカ、おお、結構あるな。火強くしよう。加熱用のこう生のイカがなくてね、まああってもイカさばいたことないんでね、上手にできないと思うんで、ボイルのねイカがあったんでね、ボイルのイカを買ってきましたけど、フライパンちっちゃかったかな。このあれですね、フライパンはキャプテンスタックさんですね。これも折りたたみ式の、このね柄の部分が折りたためるフライパンね、テフロン加工になってて、すごくねこれ使いやすいですね。皆さんこれ結構使ってると思いますけどね、軽いしね、アルミなんでやっぱ軽い方が助かるんで、よいしょ、こう今月ね、9月じゃない10月に入ってキャンプやろうかと思ってたんですけども、なんか雨でね、雨が多くて、で今日はねお天気良かったんですけど、なんかこの先ずっと雨模様の、予報で、週間予報が、よいしょ、あー、ちょっとバッテリー足りなくなりそうだな、カメラの。ここでもう小袋スパイス入れちゃいますね。こんな感じですね。カレー粉みたいなのが入ってますね。これをよいしょ、でこれで混ぜて、であれですね、最後にあの煮崩れちゃうんでね煮込みすぎちゃうと、この具材なんで、最後に入れてちょっと煮込んで完成って感じみたいですね、この具材を、カレーに入れてね、こんな感じでいいかな。よいしょ、これでじゃあ一回ね火止めます。お米がグツグツ言い出しましたね。カメラのバッテリー足りてくれればいいけどな。あ、ホタテが落っこってた。ちょっと待って。ホタテが一個落っこってた。よいしょ。したら次はこっちですね。これも先に火つけなきゃダメか。ちょっとバッテリー足りないんだよな。これバッテリーにつなぎながらってなんかうまく撮影できないんだよな、このカメラ。モバイルバッテリーつなぐとなんかうまくこう撮影モードに切り替わらないっていうかね、
ちょっとバターをちょっと使います。半分だけ残ってたんで、説明書にはバター使うって書いてないんですけど、バター入れちゃいたいと思います。よいしょ、手拭いて、おで、玉ねぎは箱には 1.5 個って書いてあるんですけども、半分しかなかったんで、半分2分の1個ですね。これで、これでも2分の1個でこんなあるんですよ。ほら、これ入るかな、具材。ちょっと待って、軍手しないと、動画ちょっと、カメラのバッテリーが、ちょっと熱いかな、軍手しててもちょっと熱いな。軽くこう炒めてね。これ具材入るのか、これちょっともっと大きいお鍋じゃないとダメかな。これでもいけるかと思ったけど、もっとねしっかり炒めた方がいいんだけど、カメラバッテリーがちょっと足りなそうなんで、もうここでお水を入れて、煮込んでる間にちょっとカメラねバッテリー充電しちゃいます。お水はね600cc ってなってたけど、全部入るかな。ちょっと全部は入んないかもしれん。まあちょっとちっちゃかったな、お鍋。まあでもこれでやるか。ご飯の方は水蒸気がこうね出てきました。まだまだね固形燃料残ってるんで時間かかると思いますけども、こんな感じですね。ほらほら、おー、クツクツね煮えてる音がしてます。炊けてる音がね。はい、ではねお鍋変えました。大きいやつにね。ね、お水もきっちりね、600cc 入ってます。よいしょ、これだったら大丈夫でしょう。具材入れてもそろそろね、ご飯の固形燃料が消えてご飯ね炊けそうなんで、よいしょ。1本開きました。熱いかな。よいしょ、火消えたな。 OKOK。 じゃあこれを蒸らしに入ります。ちょっと待ってね。よいしょ、こんな感じでね固形燃料が消えました。で、こういうねメスティン用の保温バッグがあればいいですけども、なければタオルかなんかにくるんでもいいし、まあそれもなければまあそのまま放置してても大丈夫だと思いますけどもね、まあ入れといた方がいいみたいです。保温しといた方がいいみたいです。これで保温しといて、よいしょ、ご飯保温して、まあ15分くらい
できればね蒸らしておくのがいいと思います。じゃあこっちかカレーね、海の幸カレーのルーを入れましょう。そろそろルーは火を止めてから入れてしっかり溶かすと。よいしょね、ルーを入れるときは火を止めないとね。これ全部入れちゃえばいいのか。ちょっと待って、開け口が。あった、開けるところあった。こんな感じですね。よいしょ。全部入れます。はい、ではねルーが溶けたのでよいしょ、もう一回火をつけて、よし、でこのねシーフードを入れてちょっと軽くね煮込みたいと思います。よいしょ。おお。わあ、すげえすげえ、これはうまそうだな。ほらエビとイカとホタテと入ったシーフードカレー。うわあ。これでちょっとね煮込んでいきたいと思います。はい、ではねそろそろ蒸らしも終わったんでねいいかなと思って、おお、こんな感じですね。もうホタテがね煮崩れちゃうんじゃないかと思ってちょっと心配なんでね、この辺で若干ちょっと蒸らし早いかなって感じなんだけど、うん、まあ大丈夫でしょう。ホタテが崩れちゃうんでね煮すぎるとね、エビ硬くなるしね、エビとか硬くなっちゃうし、こんな感じですねシーフードカレー。よっ、おお、ほらね、こんな感じできました。よいしょ。ではあ、火止めていいか、もうご飯がうまく炊けたかどうかね見てみたいと思います。どうかな、ちょっとね水少しだけ多めにしたんだけど、どうだろう、開けます。あちゃ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 、おお、いいんじゃないですか。ほらほら、この湯気映ってるかな、湯気は映ってないかもしれないけど、炊きたて、あ、ちょっとやっぱり水多めにしたんで柔らかい、今日はこんな感じですね。あ、やばいやばい、こぼれるね、ご飯、よいしょ。したらちょっと待ってよ、手袋脱いで、でこれをこっちに、おいしょ、ずらして、このねフライパンちょっときれいにしてきたんで、これに盛り付けて食べちゃおうかと思って、よいしょ、
よいしょ、炊きたて炊きたてメスティンご飯よいしょ。おー、ちょっとおこげできてる。ほらほらほら、ちょっとだけおこげできてる。いい感じなんじゃないのかな。ほら、あー、ついちゃったついちゃった。ちょっとご飯多かったかな。ちょっとご飯多すぎたな。ちょっと戻そう。あー、いいな、このおこげがいい感じね。で、カレー、カレー、ちょっと待ってよ。シーフードカレーを、海の幸カレーか。これね、一人でキャンプ行っても食べきれないし、このね、カレーのこのギトギトのやつをね、またキャンプ場で、あ、ね、洗ったって大変なんでね。よくね、キャンプでの定番カレーなんて言いますけども、実際キャンプでカレー作って食べると後片付けが大変なんでね。おお、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ホタテどこ行った？ホタテ、あれ、イカ、エビ、あ、ホタテいた。ホタテいたけど、なんかちょっともうちょっと、ホタテ、ホタテ、ホタテ、イカ、エビもいっぱい入れたのにね。まあいいか。よいしょ。いいか、いいか。こんな感じで。どうでしょう。はい、ではね、カメラのバッテリーがあるうちにね、急いで食べていきたいと思います。氷結無糖レモンね、2杯目と2本目ね。よいしょ。どうかな、まだね、味見してないんでね、カレーどうだか。じゃあちょっと軽く飲んで。こんな感じね、カレー。ほらほら、エビとイカとこうホタテね。わあ、どうなってんだ。ベビーホタテ、ベビーホタテ。ほら、では早速ね、頑張って作ったんでね、キャンプヘアキャン飯ね、ヘアキャン飯、海の幸カレー、シーフードカレーね、いただきます。あ、怒った。うん、うん、おいしい。そんなに辛くないけど、割とスパイシーな香りがしますね。うん、うん、おいしい。シーフードカレーってね、作ろうと思ってもカレールー、どのカレールー使っていいか分かんなくて、今までね、作ってみようかなと思ったことあったんですけども、作ったことなくて、で今回このね、よいしょ、この海の幸カレー、これもうシーフード用のね、カレーのルーなんで、これで作ったらね、まあ美味しいだろうっていうことで作ったんですけども、うん、美味しい。シーフードによく合うカレールーだと思いますよ。やっぱりシーフードなんで、
あんまりこうね、こってりくどいカレーだと合わないと思うんですけども、シーフードにすごくよく合う。うん、これ白ワインとかね、お好みで白ワインとか白胡椒とか、また隠し味でいろいろ入れたら、またさらにねお好みの味になるんじゃないかと思いますけども、おいしい。うんうんうん、メスティンで炊いたご飯っていうのもいいよな。うん、ね、キャンプ、ヘアキャン飯ね、キャンプ飯、ヘアキャン飯で、あ、ホタテ、ベビーホタテもう一個食べよう。ベビーホタテ、ホタテいいっすね、プリプリでね、んーとか合わないけど、あ、これいいかなね。おこげのところ、おこげのところ、うん、エビ、うんうんうん、もうご飯があっという間になくなる。もうちょっとルー足すか、いっぱいあるから。よし、玉ねぎ、うん、玉ねぎも美味しい、甘くて、うん、あ、イカもボイルイカ使ったけど、これもすっごいプリプリしてる。うんうん、イカとかとホタテ、うん、おいしい、いつまんない、うん、あ、これすっごい美味しいわ。結構ね、あのスパイスは効いてる。うんうん、なんだこれ、気になるな。ちょっとこれ出そうなんか変なの入ってた、多分イカの綿かなんかだと思うんだけど、ちょっと苦手なんで出しました。ではあとはね、他の方の晩酌動画かなんか見ながらゆっくりね、このシーフードカレー続き食べていきたいと思う。このご飯1合すぐなくなるな、これうまっ。うん、今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。